2020年11月末日にアメリカ海軍は、同年7月に発生した火災事故によって今後の動向が中止されていた、強襲揚陸艦ボノム・リシャールを正式に退役処分とすることを決定したよ。せっかくの強襲揚陸艦が火災事故がきっかけで退役なんて、アメリカからすれば頭が痛い話だね。損失額を考えると低体ダメージだな。そうだね。さて今回は、そんなアメリカ海軍の強襲揚陸艦が火災事故によって廃棄され、退役処分が決定したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。強襲揚陸艦ボノム・リシャールの火災事故は、同艦の定期メンテナンスと短距離離陸垂直着陸が可能な、新型機 F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修工事中に起こったみたい。アメリカ海軍当局は事故後に容疑者として強襲揚陸艦ボノム・リシャールの乗組員を拘束。未だ取り調べ中と見られているんだけど、現状この人物によって故意に引き起こされた人為的なものと思われるよ。人為的に引き起こされた火災だったの？これはなんだか闇を感じるね。工作員の可能性も視野に入れておかなければいけないな。この強襲揚陸艦ボノム・リシャールの件に続き、ワスプ級強襲揚陸艦のキアサージ、ジェラルド・フォード級航空母艦のジョン・F・ケネディでも火災事故が起きており関連性も疑われているんだって。こっちも人為的に引き起こされたものなんじゃないかって疑っちゃうよね。ただこれらの中でも強襲揚陸艦ボノム・リシャールが被った被害は甚大であり、沈下まで4日間以上にわたって延焼した船体は全体の6割以上に及ぶダメージを受けた状態だったらしいね。大火災だね。突発的にこんな大火災は起こせないだろうし、計画的な犯行なのかも怖いね。アメリカ海軍としては強襲揚陸艦ボノム・リシャールの火災事故発生から4ヶ月の間に、今後の同艦の処分について検討を進めた結果、今回の廃棄退役処分との結論に至ったみたい。ここまで以後の対応としては1強襲揚陸艦として原状回復をする、2他の用途の艦艇として改修をする、3廃棄退役処分とすることの3点が検討されたんだけど、結論としては3に行き着いたことになるね。その理由としてまず1の強襲揚陸艦として原状回復をする場合には、改修に必要なコストはおよそ2600億円から3300億円とされ、さらに少なくとも5年以上の期間を要すると見積もられたから。これが採用されなかったのは、ボノム・リシャールに値する強襲揚陸艦を新たに建造する場合でも、そのコストはおよそ1600億円前後であり、改修に必要なコストの約半分以下なためだな。そういうことだね。2の他の用途の艦艇として改修をするという案が却下されたのも同様の理由であり、強襲揚陸艦ほど複雑ではない艦艇に改修する場合でもおよそ1100億円前後は必要になり、新造の方が安価と判断されたからだよ。他の用途の艦艇って具体的にはどんなものを指しているの？病院船、潜水母艦、補給艦等々が想定されたと思われるんだけど、いずれにせよボノム・リシャールの改修より安価で新造することが可能だとみなされたってわけ。結果最終的に3の廃棄退役処分とすることが選択された形だけど、無論この場合も解体コストが発生するものの、こちらは約32億円程度と改修を施すことを考えれば2桁以上安上がりと言えるね。それでも莫大な金額が動いていることには違いないよね。直すのにも処分するのにもお金がかかっちゃう。とても大きな損害だよ。また今回の判断にはボノム・リシャールに実施中であった F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修費用約270億円の費用投入も考慮された末の苦渋の選択だったことが伺えるんだ。これは投資の分野などでもポイントの一つとなるいわゆるサンクコストの問題であり、ボノム・リシャール自体の約1600億円、改修費用約270億円の合計約1870億円を諦めることを意味しているんだよね。こうしたサンクコストという観点から見た場合、結局は先の合計約1870億円に解体費用の約32億円を足した約1900億円の価値をアメリカ海軍は逸失してしまったということになるだろうな。現在までのところではボノム・リシャールの廃棄退役処分決定を受けての、直接の代替艦の調達は要求されていない状態だけど、それが確定事項かどうかは今後の続報を待つほかないんだよね。ボノム・リシャールの廃棄退役処分が決定したことの影響は、ここで挙げたコスト面以外にも最新鋭機の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の、搭載予定艦艇が減少するという戦力的な意味合いも大きいんじゃないかな。なんかもう全て見越した破壊工作だとしか思えないんだけど、内側にも気を配らないといけないね。西側諸国の第5世代戦闘機の需要の大半を独占しつつある状態の F-35 ライトニング2戦闘機なんだけど、実はこれも通常滑走路を使用する A 型が中心の状態で B 型は逆に予定数を減らしているとも言えるよ。
最も調達規模が大きかったアメリカ海兵隊は当初の予定から130機余りを減少させており、それに次ぐ規模のイギリス空軍でも138機の調達予定が守られるのか微妙な状態に陥っているんだって。日本の航空自衛隊は航空母艦化改修を行う護衛艦出雲加賀の艦載用に42機の B 型の調達を進めているけど、アメリカとイギリスの調達数が下がれば機体単価が上昇する恐れもあるんだよね。航空自衛隊の42機という数は護衛艦出雲加賀への艦載機として予備機を考えても必須と思われるので、機体単価上昇に伴う調達数減少に日本も見舞われないかと危惧してしまうよな。日本はあまり国防費が豊富じゃないから、できればあまりお金をかけずに調達したいものだね。ほんと迷惑な話だよ。ボノムリシャールの火災事故の余波が、こうした日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達にも、悪影響を与えないかどうか今後の続報に注目したいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。